はい、皆さんこんばんは、さとみです。ライト 2-3 ですね、前回から引き続きやってます。よろしくお願いします。今日はですね、今日はっていうの、今回はマスターをちょっと呼びに行くところからですね。でも素直にマスターのとこ行っていいんだろうか。でもまあいいか、別にいいよね。はい、マスター、おはよう。おはようなの？今何時だろう。何か、あの、少しお話が。実は昨晩話してるんですね。なるほど、またですね。また前にも数回こういったことがありまして、ああいう性格の男なので因果応報でもありますが、とりあえずは本人に詳しく話を聞きましょう。そうですね、ルーカスさんは僕の部屋で寝ています。わかりました。では私は先に行ってルーカスを起こしておきますね。ああ、マスターが一人で行っちゃうんですね。一緒に行けばいいのに。ミル君は寝てるのか。じゃあ行ってる間に。よう、オリビアさん。あれ、飛ばしちゃった。ゆっくり眠れたかしら。昨日はいろいろあって大変だったわね。でもあの巨漢なお客様をたった一言でおとなしくさせるなんて、あの時何を言ったの？ああ、トラブルがあったんですかね、何か。いえ、他のお客様の迷惑になるとお伝えしただけであります。背中にナイフを押し付けたが隠せてたみたいだな。怖すぎだろ。おはよう新人さんって言ったのか。よし、じゃあ出ましょう。よし、お邪魔しました。ここは、あ、ここルーカスさんの部屋。お酒あるし、いろんなお酒が並んでるね。多分ルーカスですね。こっちがじゃあ、まあ、職員というか働いてる人の部屋なのかな。じゃあちょっとここは調べてたりとかはできないのか。いいや、出ましょう。こっちに行っちゃいますかね。あの、宿泊客とかはどうなんですかね。いるのかな。いない、帰ったみたい。もうじゃあ朝かな、翌日の朝ですね。よし、あ、ルーカス起きてる。エフィが寝てる。なんでだろうとりあえずはルーカスに話を聞きましょう。ルーカス大丈夫？いや、おはよう。ルーカスさん、おはようございます。それでお前をあそこに貼り付けにしたのは誰かわかるか。ああ、それなんだがな、覚えてない。首を絞められたのはうっすら記憶にある気がするんだけどさ。やはりか。前にも数回こういったことがあったと伺ったんですが。あ、ソフィーちゃん、こいつにも教えちゃった感じ？軽いですね、ルーカス。ルーカス、その呼び方をするなと。あ、はいはい、分かったからそんなに怒るなよ。今回で3回目だっけ？同じように首を絞められて貼り付けにされたんだよ。怖っ。5回目だ。やっぱ記憶に残ってねえな。今回は警備隊の方に連絡を入れよう。だからマスターさん、別に大した怪我してるわけでもないんだから、別にしなくても。今まで入れたことなかったんですか？なかったんだね。まあ、ルーカスが刺されたり縛られたりすることはもはや日常茶飯事だったので。そんなに荒れてるの、ルーカスって。あまり心配をしていなかったのです。しかし、今回のように繰り返しというようなのは初めてで。死んでからでは遅いですよ。ほんとほんと。恐ろしいこと言うなよ。軽すぎんだろ。では私は連絡の方を入れてきます。本日は施設の方も休みにしておきましょう。ゆっくり休んでください。また警備隊の人に会えるんだね。やったよ。名前忘れたけどもう一回あいつに話を聞いてみるか。よくあんな風に別人を装うことができるな。詐欺師ですから。なんだよ。いや、別に。なんか面白いからさ。本当に何も覚えてないのか？しかも複数回やられてるのに。
さっきも言った通りだよ。そこの部分だけごっそり記憶から抜け落ちてる。なんでだろう。犯人が誰かも。そうだな、思いつかないな。というより思い当たる節がありすぎてわからねえ。いいのかそんなで。危ないよ。まったく罪な男だぜ。まったくだぜ。ならそれなりの罰を受けないとな。ソフィーちゃんみたいなこと言うな、お前。まあ俺からはそんな有力な情報は得られないと思うぜ。今までだって結局思い出せなかったしな。そうか。なんだ、今度は実は探偵でしたとでも言うのか。こういうのには必ず嘘つきがいるからな。あのチビの食料になるんだよ。大きければ1週間くらいは持つからな。そんなに持つのか。あ、でもそっか、そうだよね。あ、そっか、一応そういうことも気にしてるんだな。あの子は随分とお前を大事に思ってるみたいだけどさ、お前はどうなの？大事に思ってるよ。そりゃ思ってなかったらあっちこっちにあいつを連れ回してねえよ。なんだよ。まあ楽しそうだなって。そうかよ。そうだよ。じゃあ俺はまだ少しだるいし、自分の部屋に戻るかな。お前はまずは自分のこと気にした方がいいと思うぜ。じゃあな。頑張れよ。ありがとう。さてメモして。大事な情報ですからね。あ、メモ帳。前の服の方に入れっぱなしだったな。何か書けるものは。まあティッシュにでも一応書けるか。さてと、別のやつからも話を聞いてみるかな。エフィちゃんはおきっぱ？じゃあおきっぱで行こう。よし、いいぞいいぞ。行きますか。春のパターンですね。春の何、情報収集のパターン。じゃあとりあえず部屋にいたビビアさんは話聞いたのかな。あ、ここルーカスの部屋？やっぱりよし。じゃあオリビアさん話聞いた？何か大変なことになってるみたいね。そうなんですよ。そのことについて何か知っていることがあれば伺いたいのですが。あら？誰かに頼まれたのかしら？てんてん。はい、ルーカスさんがこのままではやばいと。今日は施設もお休みなので、それで僕もお手伝いを。なるほどね。来たばっかりで巻き込んじゃって、ごめんなさいね。でも今は少し片付けないといけないことがあるから、もう少し後で来てくれるかしら。はい、作業中失礼いたしました。じゃあまた来るね、オリビアさん。お邪魔しました。ウィル君は寝てるかな？何も知らない？あ、ウィル君は寝てるのか。どうしました？本日は施設も開放しないので、町の方へ降りて買い物をされても大丈夫ですよ。いえ、僕は大丈夫です。それよりも、ルーカスさんのことで何かわかることはありますか？ルーカスについてですか？うん。あの男の女癖の悪さは、もう薄々とは理解いただけてるようですが、昔からでして、そのトラブルで刺されそうになったことも数えきれないほどあり、全く、貼り付け何系？おっと失礼、滑稽な話でしょ？付き合っている女性もいるというのにですよ。誰なの？そのお付き合いをしている女性というのは、うちの従業員、オリビアです。あの赤いドレスの蛇の女性。そうなの？あの胸の大きい人か。思わず声がね、裏返っちゃったやつですね。その、ルーカスさんとオリビアさんの仲はうまくいっているのですか？まあ、彼女は嫉妬深く、他の女性といるところを見れば不機嫌になったりしますが、ルーカスは彼女の見えるところではあまり別の女性との絡みはしないようにしていましたし、私が覚えている限りでは特に大きな喧嘩をしていたりはありませんでしたね。そうなんだ。そうですか。ありがとうございます。解決するといいのですが。そうですね。僕もできることがあればお手伝いします。
ということで、今回の動画はここで終わりますが、その3も引き続きやっていきます。